王、剣王として世を恐怖で支配せんとする者、そして北斗の長兄として弟たちにその背を見せる者、彼は今天をつかむ戦いに乗り出そうとしていた。敵はサウザー、なんとの小生、北斗抹殺を掲げる彼の軍勢は史上類を見ない大掛かりなものであった。だが北斗の星たちも鮮やかな輝きを放つ。トキが、ジャギが、ケンシロウがサウザーの野望を阻止せんと集結した。北斗となんと天の覇権をかけた決戦の準備は整った。あとはラオウの号令を待つのみ。弟たちを我が背を越えよ。サウザー、貴様の野望もこれまで。兄弟まとめて十字領の土台にしてくれるわ。第三話、北斗なんと決戦。神はこの俺と戦いたがっている。進め、時と合流する。この世界を滑るのはなんと
貴様らはここに果てるがいい。来い、北斗よ。死の運命からは逃れられん。虫けらのように醜く果てるがいい。戦友だ、甘く見えたか。まだあるがいい。死に当てい、北斗豪昌派。なんとの優勢は変わる。無様に報告、ユダヤにかけたらしき爆弾を発見。起爆装置を解除しました。爆弾だと。死に当てい、北斗豪昌派。爆発していたらどうなっていたか。ジオザは鬼だ。我らに死ねと命じるのに。ロキ様は我らを生かすために戦ってくれた。我が純正の剣、胸に刻み果てるがいい。
したか抗え。戦わねば主の震えは止まらぬ。目は見えずとも心で貴様の気配が分かる。次はお前の番だ。覚悟しろ。なんと乱れる時、北斗現ると聞く。今こそ南斗と北斗の決着をつける時だ。聖帝様を守れ。行け。もう戦いはたくさん。サウザーを倒して乱世を終わらせる。サウザー、貴様の野望はここで終わりだ。俺を避け続けてきた男に勝機はないわ。
体に傷一つつけることはできぬ。すぐ陶器味方まで巻き込まれた。死に当て僕と豪商派。乱世の始末はうぬがつけてみよう。なぜ乱世を収束に導こうとしたのはあなたではないか。剣王に交代はない。あるのは全身勝利のみ。